宇部線での雲波51系。オリジナルの51系は扉間の窓が6個ある。51系電車は1936年から1943年にかけて日本国有鉄道の前身である鉄道省が製造した3扉セミクロスシートの休憩電車を便宜的に総称したものである。当初申請されたのはもは51系、もは54系。 モハユニ六61系、クハ六68系、クロハ六69系の5形式100両であるが、後に40系や42系からの編入改造者を多く含むようになったため、同一形式の中で、車体形状や窓配置などが異なるグループが多数存在するようになった。本校では、51系の登場から終焉まで、多形式からの改造による編入も含めて、 時系列的に解説する。大正末期から昭和初期にかけて東京、大阪の都市圏内の電化工事が着々と進行することによって小線電車の運転区間も拡大していった。近距離用の車両としては昭和初期には17メートル構成で3、扉ロングシート車の30系、31系が登場し、1932年には 電動車も含めて20メートルになった40系が3、扉ロングシートで登場した。一方、中長距離用として、1930年に扉クロスシートの32系が横須賀線に登場。電動車のモハ32は17メートルだったが、付随車は20メートルで登場した。その後、1934年の東海道。 山陽線水帯キスマイ機間の電化開業に際し、42系が電動車も含めて20平方メートル扉クロスシートで登場した。51系は、これらの形式をもとに、ラッシュ時、データイム双方で利用者に快適なサービスが提供できるよう、省電発採用の3、扉セミクロスシート車として登場した。51系電車が最初に投入されたのは、中央線急行だった。 1936年から1937年にかけても、派51型が26両申請され、前車、浅川よりの先頭車として、使用を開始した。現在の中央線は、常に新車が投入されるが、当時は、新車は、京浜線優先で、中央線は旧型車種体であった。こうしたことから、20メートルで3、扉セミクロスシートの模派51型は、 客室からの見晴らしが良い半い室運転台構造と相まって大人から子供まで幅広い人気を獲得した。しかしながら編成は木造車や30系を交えた凹凸編成で特にもは51系の後部に木造の左派25型が連結されていた場合などは同一形式で編成を組む現在の電車から想像できないアンバランスぶりを発揮していた。 51系は引き続いて、1937年には、京都駅衰退期間の電化開業を控えた、京阪神観光線に投入された。中央線への投入はもは51型だけだったが、京阪神観光線には、もはゆに61型を除く、全形式が投入され、同系による、編成日を見せることになった。 大鉄局向けの51系の投入は1941年まで行われ、当初は京都電化開業用として新設の赤石電車区に配属されるが、一部の車両は宮原電車区、淀川電車区にも配属され、急行電車に投入されたこともあるほか、上等線や片町線の輸送力増強にも重当された。51系の最終増備は、 太平洋戦争中の1943年に横須賀線に登場したもはゆに61系であった。車両の投入計画そのものは1939年頃からあったのだが、投入計画が後回しにされてしまい、戦時下の登場となってしまった。そのため、座席がロングシートとされたり、各部の工作が簡略化されるなど戦時仕様となった。また、 電装品の不足により、全車が制御車代用で落成した。車体の基本構成は、1935年に登場した、半流線型の40系電車をベースとした、窓配置 D1、D6、D6、D2 の3、扉セミクロスシート車となっており、ロングシートの扉両側及び車端部の窓は 700mm。 残る扉中間部のクロスシート部分の窓は8 0 0、mm、トルとなっている。また、運転台後部の窓については、半出式運転台で登場した1936年製の車両は1位側6 0 0、mm、トル2位側4 5 0ト、mm、ルで、あるが全室式運転台となった1937年以降の車両は双方とも5 0 0、mm、トルとなっている。 屋根状の通風機は3列で、もはユに61型を除いて、運転台は貫通式とされ、中央線に配属された車両以外は、運転台及び車両間に貫通フォローが設置されている。パンタグラフは PS11 バイト、主電動機は 100kW 級の MT16、主制御機は電空カ無軸制御機である CS5、それぞれ搭載し、歯車比は、 中央線に投入された車両のみが従来車に合わせるために1、2.52とした他は、32系、42系と同じ高速型の1、2.26で、比力だが弱め開示時の定格回転数が比較的高い電動機を採用したことと合わせて、京阪神観光線や横須賀線における高速運転に適応させている。台車についても40系。 42系と共通の TR25 を電動車に、付随車用には TR23 を使用している。各形式の概要については以下の通りである。模五51型は本系列の機関形式で1936年から1938年にかけて57両が製造された型運転台式の三等制御電動車である。反流線型の車体に 車体後くらいに、取り付けのパンタグラフといった外観は、各年次共通であるが、戦前の鉄道車両の製造技術が、質量ともに向上していた時期に製造されたことから、登場年次ごとに形態が異なっていた。1936年登場の車両は、従来型のヘッドライトに、布張り屋根、警合金星の客用ドアを採用したが、1937年前期、 登場の車両は砲弾型ヘッドライトに、鋼板屋根を採用したほか、屋根状のランボードが2列になった。これを受けて登場した1937年後期登場の車両は張り上げ屋根を採用、当時流行の流線型を意識したデザインとなった。1938年登場の車両は1937年後期製造車と、同じ車体に半埋め込み式のヘッドライトを採用。 より一層スマートなデザインとなったが、日中戦争の拡大に伴い蛍光金が軍需に転用されたことから、客用ドアは木製となった。中央線に投入された車両は、番号が奇数、偶数に関かかわらず全車、高尾向きの先頭車として使用するために奇数向きとされたほか、当時の東京の商電には貫通ホロがなかったため連結面が開き戸となっているなど、 歯車比以外にも京阪新観光線向けに投入された車両とは異なった部分が見受けられる。製造の状況は次の通りである。なお本形式は、その後、他形式への改造、及び他形式からの改造による編入も多岐にわたっている。後者により、本形式となった車両の記述の所在は、右の表を参照されたい。クモハ万4千0 0 5, 5 4型は、 1937年から1941年に給料が製造された型運転台式の三等制御電動車で、主電動機を新設計の高出力型 MT30 に変更し、これに伴い歯車比も1、2.56に変更されている。1937年登場の54001.5400には、 車体こそも派51系の1937年前期、登場の車両と変わらないが、高出力を生かして中間にサロ派46、軽改造の黒派59型と、区ハ58型を組み込み、52系や半流43系に越して、給電運用に投入された。1940年登場の5 4 0 3から54005は、 1938年登場の車両のデザインを一層、洗練させ、ウィンドーシルヘッダーを内側に収めた、ノーシルのヘッダー、ノーリベットの美しい車体となったが、翌年登場の54006から54009は、戦時体制強化による物資統制の煽りを受け、木製布の割り屋根に木製ドア、露出したウィンドウシルヘッダーなど、 1936年登場の車両と変わらないデザインに交代した。製造の状況は次の通りである。モハユニ61型は、1943年に横須賀線の郵便荷物車の増強用に、汽車製造支店で3両が製造された3等郵便荷物合わせ作り車である。車体は先に登場したモハユニ44型同様、前くらいより運転台。 荷物室、郵便室、三等客室に区分され、郵便室には幅二百ミリメートル、荷物室には幅六百ミリメートルの両開きの2扱い扉をそれぞれ設け、積載量は郵便二トン、荷物三トンである。合わせ作り車であることから全面非貫通となっている、ことももはゆに四十四型と同様であるが、反流線型であり窓配置も D1、D2、D11、 D6D2 と中央部に客用扉が設けられたことから、どちらかというと空波に67型に近い外観になっている。なお、太平洋戦争の激化に伴い物資の調達が一層困難になったことから、前述の通り前者が未伝送で収益したが、6万1 0 0一のみは翌年伝送された。また、雨戸井も簡略化されて重感がなく、扉部分に、 水切りが設けられており、車内も座席半減のロングシート車で登場した。区波68型は1937年から1938年に20両が製造された3等制御車で、全車が偶数向きである。携帯の変遷についてはモハ51型と同様である。製造の状況は次の通りである。なお本形式は、その後、一旦、 クハ55型に改造された後、戦後再ドク派68型に戻されたもの、また、他形式からの改造による編入など多岐にわたっている。これらの車両の記述は各所にわたっているので、その所在は右の表を参照されたい。黒ハ69型は、1937年に11両が製造された2.3等号作り制御車で、全車が奇数向きである。 窓配置は D1D6D222D2 と二等室部分は座席配置に合わせた形の窓割りとなっている。形態は黒葉69004から69007が他形式の1937年後期登場の車両と同じく張り上げ屋根で登場したほかは1937年前期登場の車両と同じ形態で製造されている。品字編から 太平洋戦争へと戦争が長期化するにつれて、鉄道も戦時体制に組み込まれていった。中でも軍需工場で働く労働者を大量に輸送するため、乏しい資材をやりくりして、以下のような改造が実施された。区波68,011黒波59型からの改造編入者。4 2系からの改造編入者はすべて正面が平らずまであるほか、 変則的な側面窓配置が特徴。1938年11月、京阪新観光船の2等車が廃止され、観光運用の黒葉59型はそのまま2等室を3等室に格下げして使用したが、1941年3月から1942年3月までに、16両が車体中央部に扉を増設し、区葉68型に改造された。当初は、 オリジナルの黒葉59系電車が対象となる計画であったが、戦争の激化により1942年度以降は、3、扉ロングシートの区波55型に変更され、欠番が生じた。詳細については国鉄42系電車黒葉59型を区波68型に改造を参照のこと。当時の大阪鉄道局では、42系を4、 扉化して40系電動車と台車を振り替え、4扉、低速化した42系を上等、西成線に投入、代わりに42系の台車を履いた40系、電動車を、京阪神観光線に投入する計画を立てた。当初は大鉄所属のモハ40系、モハ41系全車をモハ51型に改造する予定であったが、 戦局の悪化によりもは40型からの改造は1944年及び1945年施行の7両、もは41型からの改造は1943年及び1944年施行の5両が実施されたのにとどまった。このうちもは40型からの改造車は、後くらい側の運転台機器と全消灯を撤去、下のみで、 乗務員扉などの先頭車としての増作はそのままであった。同時に座席の撤去等も実施されたため、モハ五51型は従来のクロスシートを装備した3扉車体の型運転台式の電動車から3扉車体の型運転台式の高速型電動車に性格が変化している。番号の不番は以下の通りであるが未試行車が多いため欠番も多く発生している。 もは42系のうち重量は4扉、低速化改造を実施する計画だったが、残る3両は3扉、変運転台化の上もは51型に改造することとなった。1944年に42012が51073に改造されたが、残りは未試行に終わった。詳細については国鉄42系電車、もは42系の改造を参照のこと。 1943年から1944年にかけて東京鉄道局所属のモハ51型に対し、大井後期部においてセミクロスシートのロングシート化改造が実施された。その際、東京鉄道局所属のモハ51は、歯車比が40系と同じことだったことから、モハ41型に編入されることとなった。なお、大阪鉄道局所属の模波51系、 五54型もロングシート化改造を施されたが、歯車比が40系と異なることから、現番号のままとされた。番号の新旧対象は、次の通りである。1943年から1945年に、かけ、追加後期部において区六68系、黒六69型をロングシート化して区五55型に編入した。区波68型については、 座席のロングシート化のみを実施したが、黒葉69型については3等格下げに伴い2等室との仕切りを撤去するなどの改造を平施こした。改版の経過については以下の通り。なお、黒葉69001、69002は東京鉄道局に転属して後続用の予備車とされたことから黒葉のまま損置された。改版は 黒葉69型から区葉68系原型車、旧黒葉59系の3扉改造車の順番で区葉55系の追盤で付番で不満されているが、55,106から55,114が欠番となっているのは、その間に黒葉59型から区葉55型に直接改造された車両に当該番号を不満しているためである。また、 黒六69系の番号が入れ替わったのは、携帯の同じもの同士で続き番号とし、1937年、後期タイプの張り上げ屋根車を一括して、後ろに回したためである。これらの改造の結果、3、扉ロングシート、変運転台の電動車のうち、モハ四41型が、歯車比1、2.52の車両を、モハ五51型が、歯車比1、 2.26の車両として整理された。また、制御車も黒波のまま残った6万9001、6万9002以外は、すべて区波55型に編入されている。51系も11両が戦災を受けて廃車された。番号は以下の通り。これらの車両の多くが後に、戦災復旧客車のオハ70系として復席した。また、変わったところでは、 もは41071が、東芝府中工場の牽引者検試験者として、払い下げられ、もは1048という番号を与えられた。この他にも、55137、55138の2両が、空襲による河川断線のためデッドアースを起こして、全焼するなどして、自己廃車となっている。51系の各形式は、戦時改造によって、 ロングシート化されたほか、戦争末期には輸送力強化のためさらに座席が撤去されてしまい、ついにはドアエンジンの部分しか座席が存在しない車両も登場した。終戦直後の混乱期を過ぎて復興する過程において、これらの荒廃した車両の整備、復元も徐々に進められていった。その後、1950年代になると40系、改造車を含む模波51型や、 9区波68系の区波55系のセミクロスシートへの復元改造が実施されたほか、40系として製造され、戦時中もそのままで推移した模波60型や区波55型にもセミクロスシート化される車両が登場した。この過程で、阪和線に転出していた5万1073と郵便荷物合わせ作り車以外の全車が、京阪神観光線に集結することになり、 51系は1951年から投入された70系ともども、京阪神観光線の主力車種となった。戦後も京阪神観光船及び宮殿に残った42系は、1950年の80系投入に、伴い横須賀線に移籍し、代わりに、東京鉄道局から潜在を逃れた中央線の、旧も、は51系のもは41系23両が、 京阪神観光船に転入した。この旧も、刃51系のも刃41型に対し、1951年から1952年にかけてセミクロスシートへの復元改造を実施したほか、他のも刃51型と性能を合わせるために、歯車比の変更を行い、旧番号に復帰した。上記の改造と、同時期に京阪神観光船で、一旦、 ロングシート車として整備されていた、モハ51系、モハ54型と、区ハ55型について、3、扉セミクロスシートへの復元改造が実施された。この改造は9も、ハ40系、モハ41系のモハ51系、9、黒ハ59系の9区ハ68型に対しても、行われた。これらの過程で、上等。 西成線や片町線で運用されていた51、軽出時の各形式が、軽阪神観光線に転入して、セミクロスシートへ復元されている。上記のセミクロスシートへの復元改造と同じくして、もともと3、扉ロングシート車として製造された、モハ60系、区五55系の内軽阪神観光線で運用されていた、モハ60系21両。 区ハ55系31両に対してもセミクロスシート化が実施された。この段階ではセミクロスシート化の改造を受けた車両の改版を実施しなかったことからモハ60型や区ハ55系の中にロングシート車とセミクロスシート車が混在することになった。京阪神観光線の2等車は連合軍用の白帯車の流れを受けて 1951年11月から旧白尾室部分を仮整備した形で運行されていた。この仮黒派を整備して二等利用者に良質のサービスを提供するため、1952年から1953年にかけて東鉄に転属していた69,001、69,002を呼び戻すとともに、旧 黒葉69系の55,097から55,105に対して黒葉69型への復元改造を69,001、69,002の整備と合わせて実施した。工事内容は単なる復元の枠を超えてローズグレー塗りつぶしの車内やエンジ色のモケット地、一部の車両での蛍光灯の採用など、 当時の花形であった特別二等車に近づけた意欲的なものとなっており、担当者が電車の特労と自負するものであった。改版は以下の通りであるが、区派55系時代の番号順のまま黒派69型に改版されたために、張り上げ屋根車が一括して後ろに回されており、戦前と同一の車番に復帰したのは一両のみである。また、一部は、 全室3等車への整備を1953年の車両形式称号規定改正前に施行されていたため、その際に一旦区波68型に編入されており、その後に改めて黒波69型への復元整備を施行、改版された。55,102については、68,111への改版が予定されていたが、工場入場中であったため、 クハ六68型への改版を経ることなく、6 9九千8となった。本節の趣旨とはやや外れるが、五万55,097は1952年3月1日に、赤市電車区内で消失したが、1953年5月28日に、水田工場で、全面部分を残して、車体を、申請の上復旧、同時に二等室を整備して黒波6 9九千3と、 なった。その際、車体は全溶接で製作され、屋根状の通風機はガーランド型一列の異端車となったが、後の更新修繕通により、他車とほとんど変わらない外観となった。飯田線の車型木造三等に持つ郵便号作り車取り替えのため、1951年から1952年にかけて豊川分工場で空波に67型の 荷物室後部に郵便室を設置するとともに、客室部分をセミクロスシート化の上便所を設ける改造を実施した。同時に、もはゆに61系のうち未伝送のままで残っていた2両に対しても、セミクロスシート化の上便所を設ける改造を実施した。番号の新旧対象は以下の通りである。外観的には改造前とほとんど変化はなく、 主車の特徴をそのまま残している。最初に改造された5万60001は、改造の際に前くらい、即客用扉の幅を狭めたが、更新修繕通志行の際に他社に合わせられた。なお、同社枠派に67型改造車のうち、唯一の1936年度制で、窓の上下にウィンドウシルヘッダーがある。唯一残った6万10001は、1951年に、 内装が整備されて、セミクロスシート化された。5 1系では、前述のモハ六6 0クハ五5 5系のセミクロスシート改造車をモハ五54型、クハ六68系の両形式に編入したため、これらの形式に大きな動きがあった。下記のように、セミクロス改造、復元の実態に応じて改版した結果、モハ五十四型、クハ六十八系の両形式は、 オリジナルの車両より編入された車両の方が多くなってしまった。クモハ54101のオシルノーヘッダー、押し込め式ベンチレーター装備車クロスシート化された21両がモハ54型に編入された。番号の新旧対象は次の通りである。このグループは、潜在配車となった6両を除く30両がクハ68型に編入された。この変更で、 黒葉59型が68,001、旧区葉68型が68,024体と、戦前の不安とは逆にされるとともに、運転台の向きに応じて、偶数奇数に区分して不安された。参考として、区葉55系改造以前の経歴についても、再掲する。旧、黒葉69系の区葉68型への編入は、黒葉69系の復元を参照。 区波68,414元区波55系。40系からの改造編入者は、扉間の窓がここであることにより区別できる。また、オリジナル51系には存在しない正面、平妻車も存在する。オリジナルの区波55型からは31両が区波68型に編入された。この中には、平妻、半流型、ノーシルノーヘッダー車など、 あらゆる形態のものが含まれる。番号の新旧対象は次の通りである。一両だけ残存した6万10001を、同じ3等に持つ郵便号作り車のモハユに44型に編入、4万4100に改版した。この時にパンタグラフを前くらいに移設している。1950年代に入り戦後の混乱も一段落すると、桜木町事故以降列車火災防止のために取られた。 対策を取り入れ、再び更新修繕が実施されることになった。施行された工場や時期によって内容が異なるが、主要な工事内容を一家に列挙する。この更新修繕により、張り上げ上げや通風機の数といった原型のバラエティは、ほとんど失われ、確一的な外観となった。これらの工事メニュー全部をすべての車両に対して実施したわけではなく、 初期には張り上げ屋根のままグローブ型ベンチレーターを取り付けた車両やガーランド型ベンチレーターのまま残った車両もあった。また、試行時期によって細部の仕様変更が行われたことから細部のバラエティはより一層豊富なものとなった。また、飯田線での落石への衝突事故対策のため採用された小度強化型の250ワット前消灯は 高成績であったことから電車全使用線区に波及し、本系列にも装備された。この際、砲弾型、埋め込み式のものは、通常型になったが、一部に埋め込み式のまま残ったものがある。その他の改造については、以下の通り、1950年に、阪和線に転属した5万1073は、転入後しばらくの間ももは42系そのままの姿で使用されていた。 これを1953年の更新修繕で3、扉セミクロスシート化するとともに、後部運転台あとを成形して乗務員扉部分に 550mm 幅の窓を設けた。これによって窓配置も D1D25D42D11 となっている。また、同時に、モーターもモハ54型と同じ MT32、乾燥し、出力強化を図っている。 更新修繕以前は2扉のモハ51型という異端車だった51073であるが、更新修繕後は3扉化されたもののモーターの出力はモハ54形並みに向上したため、従来とは違った形でモハ51系中の異端車となった。改造後も51系唯一の半話線、配属車として、後年オレンジ色に塗り替えられて、半話系電車や、 同時期に出力強化改造を施された、ハ六61系、1955年に登場した、70系にごして、長期間半和線で使用された。モハ五54型のうち、モハ60型から編入された100番台は、セミクロスシート化されたものの歯車紐1、2.87と、モハ60系のままであった。 このままでは高速運転時に、主伝動機に過負荷がかかることから、1954年の更新修繕時にもは54型原型車と同じ位置、2.56に変更し、同じく高速向けの歯車比を持つもは51型や、もは70型と足並みを揃えた。旧サロハ46系改造のク黒葉59型は、二等室部分がク黒葉59系原型車より広かったことから、 前述のように急行編成に組み込まれていたため、区ハ55への格下げ改造が1943年と遅かった。このうち4扉改造された59,022を除く59,023から59,025は、区ハ68型への改造を経ることなく55,107から55,109に改造された。このグループは、黒波59型から直接、 区ハ55型に改造されたグループとともに、京阪神観光船所属の区ハ55系のセミクロスシート加改造の対象外となったが、京阪神観光船のセミクロスシート車造鏡のため、1954年から1955年にかけてセミクロスシート加改造を受けて区ハ68型に編入された。改版は以下の通り。9 黒五59系改造の68001から68023の窓配置が D1D25D311D2 であるのに、対し、こちらは D1D231D42D2 と異なるほか、運転台も全車が半出式運転台であるのに、対し、こちらは全出式運転台である。百五十八年に万千七十八を豊川分工場で、 河川試験車もや4700に改造した。車体及び台車は申請されていたため、主車の部品が使われていたのは一部の電気機器だけである。翌年の車両証防規定改正で雲屋93000に改版され、1960年に最高速度時速1 7 5トルの当時の狂気世界最高速度記録を達成したことで有名である。なお、 主車の5万1078は4万10 1010からの改造であるが、戦争中の混乱のため、実車はモハ40系のトップナンバーである4万1が、振り変わっているという説がある。この改正により運転台付きの電動車は、制御電動車となったため、モハ51型が雲波51型に、モハ54型が雲波54型に解消された。また、 従来形式は数字のみで表していたが、今回の改正からは、形式記号と数字を合わせて、形式とすることとされた。また、この時期から激化する通勤輸送に対応するための改造が実施された。二等復元後、京阪神観光船の花形として活躍していた、黒葉69系であるが、1961年に、快速へのサロ85系の連結が開始された後は、 その存在価値は低下していった。1962年10月には、京阪神観光船の黒波連結が、混雑緩和を理由に廃止されたため、翌年にかけて1等室、2等室の仕切りを撤去の上、ロングシートか、区波55系に格下げ改造を実施した。指向は55,104は、追加工場、残りは、畑製工場である。 番号の新旧対象は次の通りである。黒葉六万九千十のみが戦時中の区五十五時代の9番を経ているのは、この車のみが九百六十一年に事故復旧工事の際に格下げ改造を先行して施行されたためである。また、黒葉六万九千四から六万九千七の改板が後になったため、結果として五万五千百五十一を除くと黒六十九 軽心政治の番号を順となっている。雲モハ51242系、雲モ43型に中扉増設改造を実施し51型に編入した車両で、やはり側面窓配置が複雑。1963年から1964年にかけて横須賀線に残る2扉の雲モ43型、雲モ53型、クハ47型、 サハ48型に対し、激化した通勤輸送に対応し、3扉の70系と根結した際の乗車位置を揃え、整列乗車を乱さないようにするため、大船工場で車体中央部に客用扉を増設し、3扉に改造する工事が実施された。改造後は、雲モ四43型が雲モ五51型に、 区派47型が区派68型に改められた。他、雲ハ53型と佐ハ48型は、それぞれ雲ハ50系、佐ハ58型と新形式を与えられた。このうち区派47000のみは、飯田線で使用されていた車だが、改造時期、新潟地区への転出時期ともに、横須賀線所属の他社とほぼ同じである。改版の状況は次の通りである。 このうち区ハ68系200番台は区四47、型原型車、区六68系210番台はサハ48系、改造車からの改造車である。サハ58が、両数の割に、番台区分が細かいのは、種車がそれぞれ異なるためであり、サハ58,050は、更新修繕時に張り上げ屋根を残した姿のままで、登場している。また、 クモハ50系の登場によって、同じ42系改造車で、出力強化型のクモハ51073をクモハ50に編入してもおかしくはなく、クモハ5051と改版する計画もあったようだが、結局改版はなされないままクモハ51830に改造された。本グループの側面窓配置は、中央部に新設された扉の後部に H ホ無ム指示の、 独立した戸袋窓を設けた前後非対称とされ、雲五51073とは異なっている。これらの改造車が横須賀線で使用された期間は短く、113系の投入に伴い、1965年までに雲五51系200番台が、三ノ線及び、飯田線に雲波50型が、飯田線にクハ、区六68系200番台、210番台が、 70系とともに、新潟地区に、佐波58型が、京阪神観光線と岡山地区にそれぞれ転出している。なお、雲波5万6は、出場直後の1963年11月9日に発生した鶴見事故に巻き込まれ、車体は原型をとどめないまでに粉砕されてしまった。この頃から、雨水の流入による腐食防止のため、運転台窓や、 トブクロ窓部分に H ゴムを多用する事例が見受けられるようになり、中でもイ田工場試行者では、運転台の窓を H ゴム化した際に、貫通扉の横に半球形の通風機を取り付け、H ゴム化して小型化した運転台窓とともに、特徴的な全面を形作ることになった。また、半球形通風機を取り付けた車両では、その多くが運転台窓上部のルーバーを埋めたが、 一部には、そのままの車両も存在した。1961年に、森岡工場においてクモハ 50, 5、雲葉51085、51086の2両をそれぞれ硬直流試験車の雲屋492から1、雲屋493から1に改造した。台車は、空気バネの試作台車を履き、車体については、雲葉492から1のパンタグラフの、 周辺部分は低屋根化され、高圧機器が設けられ、ヘッドライトは半埋め込み式となったが、その他の部分は種車のままで、内装も低屋根部分にファンデリアを設けた以外はそのままだった。モーター、制御装置は直流、交流50、60Hz の3電気区間すべてに入線できるよう、交流整流子電動機を永久直列にて抵抗制御で使用し、 直流区間では強め開示、交流区間ではタップ制御を加えて駆動するようになっていた。境字幕汽船は2つ用意されており、直流区間ではこれを直列接続することで200%強め開示として、軌道、速度が上昇したところで1つの境字幕汽船を切り離し100%開示とした。また、交流区間で抵抗制御と併用されるタップ制御は2段のみである。 これらは電動機の磁気並列制御に変わるものとして採用されていた。さらに発電制動時は堺島薪線の一つを多例とすることで発電制動の安定性を向上させていた。動力伝達方式は加藤釣りがけ式。その後1964年3月河川試験車に改造され、両者とも完全に低屋根化されて雲屋493から1に 河川観測用のドーム型の観測室、テレビカメラや照明装置が設けられたほか、車体もドアや窓が埋められるなど、外観は大きく変貌した。京阪神観光線の主力として使用されていた51系であるが、1960年代に入ると、輸送力増強や新規電化区間開業に伴う、京阪神観光線への72系転入や103系申請配置に伴い、 徐々に地方路線に転出していった。また、横須賀線や半和線に配属されていた車両も、それぞれの線区の車両置き換えに伴い地方路線に転出した。地方路線への転出に際し、使用線区の状況に対応した停やネカや、便所設置などの改造が実施されたほか、勾配や単疫間距離に対応するため、静岡鉄道管理局配置者を中心に、 歯車を40系と同じ低速型に交換している。転用線区としては、仙台鉄道管理局管内の仙石線、静岡鉄道管理局管内のみの線、飯田線、長野鉄道管理局管内の大糸線、岡山鉄道管理局管内の宇野線、赤穂線、福栄線、広島鉄道管理局管内の宇部線、小野田線など、戦時中の私鉄買収路線がほとんどである。 これらのほか、区派68系の一部は70系の制御車として、新越本線、上越線、新越本線、中央再線といった地方幹線でも使用されている。元もはゆに61系のくもはゆに64型を先頭とする51系のみで編成された、飯田線電車。二両目以降は40系からの改造編入車を含む、飯田線は51系終焉の線区であった。 1961年に大井都線で使用していた、雲俳ゆに44,100に、運転台増設改造を実施して、雲俳ゆに64型に形式と番号を変更した。後くらいの運転室も、非貫通であり、連結機も密着連結機から、自動連結機に取り替えられたことから、貨車の牽引や荷物電車としての運行など、私鉄の電動貨車に近い、使われ方をされた。 その後、1969年の後、洗練化開業に伴い、岡山電車区に転出、追田工場で、客室部分のロングシート化と後くらい側運転台の貫通化改造を実施した。1977年には、静岡運転所に転属、牽引車代用として使用されたが、翌1978年には、飯田線に転属、 ぶどう色の図色は1981年の浜松工場での全県の際にスカイ色に塗り替えられた。なお、雲葉ユニという記号は国鉄で最も長かったものの一つである。雲葉51810オリジナルの雲葉51型を身延線向けにパンタブ低屋根改造した車両。51810は助手席直後の客用窓が閉鎖された一端車。 1966年及び1967年、並びに1970年の2時にわたり、車体長17メートル級の雲波14型地下へのためみの部線に転出した雲波51型に対し、強小限界トンネル通過の際の絶縁距離を確保するため、浜松工場でパンタグラフ取付部分の屋根高さを低くする改造を行ったもので、改造後は800番台に改版された。 前くらいにパンタグラフがあった4 2系からの編入者については改造の際に後くらいへ移設した上で低屋根化を実施している。種車は上り向き、下り向きいずれもが存在したが、身の部線を管轄する静岡鉄道管理局の方針により、同線の制御電動車は下り向きに統一されていたため入線にあたって上り向き車はすべて下り向きに方向転換された。 そのため、本グループは全社が偶数番号を付されている。改版は以下の通り、長距離運用が行われる飯田線で使用されていた区六68型に1961年からトイレの取り付けが開始された。最初に改造されたのは同年に転入した区万68,064であったが、その後1966年から1967年に、 かけて転入した給料に施行された。改造当初は現番のままだったが、1968年5月に、その時点で改造済みだった重量が400番台に改版された。番号は運転台の向きに応じて、奇数、偶数が付されたが、区派68,409はどういうわけか下り向きの奇数番号車という異端車となった。種車は、 原型の半流系区派68型ばかりでなく、黒派59型や区派55型を執事に持つ平妻車まで多岐にわたる。本改造は1972年と1974年にも追加で実施され、最終的に16両が本番台となった。仙石船や新潟地区に転出した51系に、対し以下のような体幹大雪改造が実施された。 使い勝手の E51 系は、転出先の各路線においても、40系や42系などの戦前型車両と、編成を組んで活躍したほか、新潟地区や長野地区などでは、区波68型が70系の制御車として、活用された。また、京阪神観光線では、1970年代に、入っても赤し、高槻の両区に雲波51型が少数。 残留していたほか、旧黒六69系の区五55系150番台が、ほぼ全社赤市に配属され、72系に越して1950年代の黄金時代の名残を見せていた。しかしながら1970年代半ばになると、さすがの51系も登場以来40年近く、経過して、老朽化が追い隠せない状態となり、置き換えが開始されるようになった。 各路線の置き換え時期と投入車種は以下の通り。置き換えの過程では、雲俳優に6万4000のように、飯田線に転入し、数十年間別にしていた同型車に再開した事例もあった。なお、飯田線での営業運行が終了後、残留していた車両が全車廃車されたのは、翌1984年であった。端子電圧七十五 v 時一時間低角出力。 1 0 0ット、665rpm、858rpm。長く国鉄電車用標準電動機であった MT15 の高速回転対をモデル。私鉄では1920年代後半には、すでに全回時での定格回転数が 700rpm を超える。 電動機が当たり前に採用されており、本系列が設計された九百三十年代中盤には、日立製作所 h s 二百六十六東武鉄道で採用を、始め前回時での定格回転数が千 RPM に達する電動機も珍しくなくなっていた。そのため、この m t 十六は最弱目回自立が高く設定可能となった点は、注目されたものの、 それ以外の点では明らかに保守的な設計の電動機とみなされている。端子電圧 675V 時1時間定格出力 128kW、780rpm。一時的肉波68を経由したものは除く。区分はガイドブック再生期の国鉄車両1を参照した。電車の特路は1958年、151系。 特急型電車の二等座席車、サロ151型で実現した。共に揺れ枕釣りなし、DT92 は軸箱をゴムで巻き、軸バネもなくした。整流子電動機なら交流直流療養で使用する。単相誘導電動機使用と記述された書物もある。改造後の雲蛇492の写真あり。ありがとうございます。